王城院は、大阪府東大阪市六万寺町にある、臨在集計単立の寺院。三号は岩滝山。次号は六万寺。本尊は、阿弥陀如来。この地は、そもそも六世紀末頃に建てられて、くだらから帰国した、全身にが入寺したという桜井寺の説もあるがあった、場所である。また、文武天皇の時代には、縁の大津が裏山であるいは、 秋山を修行の地としていたとする。自伝によると、その桜井寺の跡地に、聖武天皇の直眼によって行記が、天平17年に、薬師如来を本尊とする寺院、六万寺を創建したと伝えられる。風堺七十個、寺田百歩天皇より寄進されたという。だが、その後は、次第に衰微していき、歌天皇の直眼によって、伽藍の修復。 修理が行われて、職有三十余町の寄進を受けて復興する。しかし、天行年間に、仮乱が消失してまたも衰退する。長略再年、念仏制であった、安女商人によって再興され、王上院と称されるようになった。王上院は、摂津国四天王寺の真東にあたっており、極楽浄土の入り口と考えられていた四。 天皇寺西門のさらに西に沈む夕日を拝する、悲壮感を周する道場として栄えた。南北朝時代、まだ幼少だった、楠木正幸が、王上院で武芸を学んでいる。しかし、昌平三年には、四条縄手の戦いにおいて、南朝方の武将となっていた、その楠木正幸がここに本人を置いたため、戦いに巻き込まれて消失した。 正幸ゆかりの地ということで正幸の胴体は、木暗宗悟によって焼けた、王城院に葬られ、墓が作られている。また、正幸の首は、京都市右京区にある宝京院にこれも木暗によって、葬られている。創作ではあるが、室町時代の説話文学、吉野周囲によれば、赤松光則家臣、宇野六郎の息子の熊王が、 父の仇討ちのため楠の木正則を殺害しようと、するも、正則の恩情の深さに仇討ちを諦めて出家。正則から授かった、正宏の名をそのまま使用して正宏と合し、当事院の僧になったという。女王三年に、関白、高塚佐信夫によって復興し、楠の木正重、正行伏の供養塔が建立され、 幕府から治療170国が寄進された。しかし、明治時代になって、四条縄手神社創立の話が出ると、正幸ゆかりの王上院の地に、四条縄手神社が作られる可能性が高まった。そのため、地域の強制的買収を恐れた王上院は、自ら二国の供養等を隠蔽、また古文献をも処分し、王上院は、自らの手で破壊された。 四条縄手神社が別の地に建てられた後の1893年、高塚酒が復興を試みるも進展せず、連海上人が復興を発願するもやはり進展しなかった。しかし、太平洋戦争後の1953年より、しばらくして立海王賞により復興された。ありがとうございます。